はいどうもこんにちはメロです。はいどうもこんにちはスイです。クレイジー英語スクイズをやっていきたいと思います。これはどんなやつですか？とりあえずもう文字通りクレイジー、もう頭おかしい感じのちょっとバカげたゲームです。はい、わかりました。でちなみに英語は得意ですか？得意じゃないです。あ、私も実は得意じゃないですよ。マジでもう得意です。もうマジでもうね、もう英語日本人なんで、英語なんてもうもうね、もう嫌なんですよ。もうなんか嫌だまあでもやっていきます。はい、チュートリアル。はい、チュートリアル、これは何ですか？これはペンですか？あ、なるほど。あ、ここに入るやつを後ろ、これはペンです。This is a pen。 なるほど。これはたかしですか？うん、これはたかしですか？いいえ、これそれはゴキブリです。いや、たかし何したんだよ。Is this たかし？ノクロココココ、なんて言うんだこれ。え、違うの？リトライ、リトライ、いいじゃね。はい、いやもうどっちかしかねえだろそれは。次の問題、これはペンですか？見てわかりませんか？怖いんですけど。あんまいじめられとるやん。これはペンですか？ Is this a pen? これはわかる。中1ぐらいじゃない？とても美味しいコーラですね。それは醤油です。何やってるんだ？いや何食ってんの？ていうかめっちゃ黒くない？牧獣じゃん。醤油だから。This is me、ソイソースかな。オッケー、これはわかる。今度同窓会が、今度の同窓会楽しみですね。同窓会あるんですか？かわいそうなんですけど。知らなかったみたいな。楽しみですね。ルキン、一番下は絶対ありえんし、楽しみ。あなたの名前は何ですか？なぜ言わなければならないのですか？いや、めっちゃちょっといじめられてるじゃん。What is your name? これはわかる。何？お釣りはいりません。いえ、足りないんです。足りない。あ、そっか、十分っていう意味あったね。忘れてた。あ、悩むわ。どっちの角栓器が似合うかしら。いや、あのなんです、これ工事でさ、ガガガってやって下の穴掘るやつでしょ。うん、あの女性ですよね。そうだよ。似合うの和訳、あ、和訳じゃない、似合う、ルックス、これ簡単。みんな昼頃に集まる予定でしたが、私の集合時間だけ朝4時でした。あ、場所取り、場所取りのためだけみたいな感じ。あと、いいですね。これはわかりますよ。私は上しか見てませんでした。正月でもないのに拷問の写真撮ったの？いや、いや、どこの写真撮ってんだよ。別に正月に撮るやつじゃねえよ。写真を撮る、テイクアフォトです。うるせえ、うるせえ。消しゴム落ちたよ、もういらないからあげる。もう触ったからみたいな。わあ、そういう感じか。なぜだ、これ落ちるっていう意味ですからね。これは分かってるよ。あそこにいる全裸の男は私の父です。止めろよ。いや、そんな紹介することじゃねえよ。止めろよ。全裸の男、スパイダーマンじゃねえよ。金、なんて言うんだろうかね、わかんない。あ、じゃあ上かな、これかな。
私も全然わかんないわ。あれがもしスパイダーマンやったらやばいでしょ。いやスパイダーマン全裸じゃねえよ。優先席付近でのドラムセットのご使用はお控えください。いや何やってんだよ。いやもう後ろのおばちゃんがわーって優先席、何シート、わかんない、レビアム、うるさいいやしょうがねえよ。お待たせ、早速行こうか。その前に下を履いてくださいちょっと待って、後ろに警察いるよ。やめなさい、多分逮捕される。じゃあ私下読むね。 OK。 その前に、アフター、前にだからビフォーアフターだから、あの前に、前にがビフォーだよ、うん、どっちだろう。あざっとその前にじゃ、はい簡単。あー眠い、何もしないから休んでいきませんか。いやもう何かしようかしてんじゃねえか。何も、私は何もしません。私は何もしません。何できないじゃないから、こういうこと。何やってんだよ。トイレに行きたかったのですが、もう必要ありません。いやもう漏らしとるやんけ漏らしとるやんけ。それ台ですか。うん、多分台だ ね、あの後ろの 色からして。何々に行きたかった、行きたかった、行きたかった、これですね。確定ですね。そう勉強ね。たかしくんのお父さんは道端に軍手を落とす仕事をしています。どんな仕事？軍手を落として何になるんだよ。ゴミになるだけじゃないか。軍手、ワークとか。これはね、わかります。もちろん、あ、違った。このことはみんなに秘密にしてくれる？もちろん、その代わりわかってるよね。もうズボン下げようとしてんじゃねえよもちろん、of course。素晴らしい、黙れ。 おやつは300円までだぞ先生、タバコはおやつに入りますかヤンキーかよ。タバコ、タバスコ、ちげえ、タバスコじゃない、なんだろうか、うん、これこれはわかるわ。お母さん、ドアを開けるときはノックしてって言ったでしょ。何をしてんだ。言ったでしょ、言ったでしょ。私は気が弱いのでチェンジを言うことができなかった。ぶっせスマイル、スマイル、ティミッ、ティミッド、なんか、やった、うん、簡単、私は簡単みたいな。HB の鉛筆より 2B の鉛筆の方が美味しかった。食べてんじゃねえよ。なんなんよりいい。ベターさんじゃん。違った？これはわかる。日差しが強いからちゃんとパンツかぶっていきなさいよ。わかってるよお母さん。いやパンツかぶんないよ。わかってるよお母さん。I know。やった。いやちょ、気にしよう、ね、気にしようか。ちょやめて、後ろの二人もどうかしてるよ。気にしようぜ、まあ、こういう感じのやつですね。ちょっと結構早めに終わったけど、ね、いやどれもやばいやつや、うん、いやたかしがすごいね、個性がすごい。なんかちょっと個性ね、ちょっと見た目、うんうん、見た目純粋かな。うん、なんか何も知らないよみたいな顔して、うん、なんかちょっといろいろやばいし、いじめられてるしみたいな鉛筆食べてるしみたいな。そう、いやもう漏らしてるしみたいな。ドラムするし、パンツかぶるしいや何してんだよみたいな。消しゴムはもういらないって言われてそうで、朝5時にもう集合場所に。あの二人もいじめてて、うん、ちょっとだーやばいね。ちょっとまあ普通に面白かったし、勉強にも一応なるっちゃなると思うんで、皆さんあのやってみてください。じゃあねー、バイバイ。あの一等星のさんざめく光で夜だけダンスで踊ろうか。ほら水銀だって地下も下ってたの、二人の銀河できらめいた。 Say oh oh oh
せかしをつないで、あなたに届け、宇宙の果てから、あなた信